時間だなっていうのは分かってたんだよ。忘れてたわけじゃないよ。そうなんだ。最初はちょっと怖かったけど、何度も触れ合ってるうちに仲良しになったんだよ。あなたとの待ち合わせ時間までちょっと余裕があったから、この子たちにまた明日ねって挨拶しに来たんだけど、あはは、そんな感じ。うわぁ、もこもこ気持ちいい、スリスリ。どうなんだろう、エリちゃんが唾を吹きつけられたっていうのは聞いたけど、私だから。そういえば、よく散歩中の犬に飛びつかれたり、お昼食べてる時にスズメが肩に乗ってきたり、猫の親子がスリスリしてきたりする。純真？えへへへ、そうかな。ありがとう。じゃあ行ってみようよ、動物園。動物たちと友達になりたい。それも行く。早速出発しよう。早くしないと。